Hello there! 始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、鏡屋さんですか。鏡屋、桃香でいいんですか。桃香と申します。に、お越しいただきました。はい、はじめました。よろしくお願いいたします。どうですか、多分見てる人は教育系の人たちなんで、はい、ですね、あとはまあそっか。あ、じゃあ今日はちょっと刺激強めで、なんかこう、受験勉強するときに、こっくりこっくり来ちゃったときに見ていただいて、バチッとこう、覚醒していただく。覚醒するんですね。そうです、現在どういう活動をしてるかって、はい、今はですね、大きく分けて3足のわらじ履いてまして、3足のわらじ、今日は鏡やももかっていう基本形態でお邪魔させていただいてます。はい、フリーザみたいですね。フリーザ様は5000トルが53万ですみたいな。あ、ここでカットかな。大丈夫、いけますか、この現状の口ですか。はい、全然大丈夫です。はい、まあ、鏡やももかという、ね、名義での活動は主に、はい、まあ、アイドル、はいはい、それから被写体、被写体、ああそうですね、写真、いわゆるその、はい、そうです。でお洋服着てのモデルもやるし、はいはい、水着のグラビアもやるし、はいはい、なんなら最近女性カメラマンさんとの一対一でのフルヌード撮影とかも、はいはい、へえ、そうなんですね、うん、もうそのエロによった撮影ではなくってはいはいはい、もうなんかそのね、いわゆる芸術を撮っていただくみたいなのもやってます。で、はい、それがパターン1で、パターン1、第1形態がパターン、うん、第1形態で、そう、シンゴジラみたいにね、はい、いろいろ、いろいろ進化していきます、はいはい、で、第2形態がポイポイポイポポイポイポピーで、はいはいはい、多分名前を、はい、そうですね、なんとなくその響きを覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、アヤマンジャパンの、はいはいはい、株組織に今ユースというチームがありまして、はいはいはい、アヤマンジャパンユースのメンバーとしても活動してます。で、その時の名前がももやっこっていう、あ、おにやんこみたいな、はい、そう、よく言われます。おにやんこさんもなかなかね、ご縁がなくって、はいはい、そんなにいっぱいこうお仕事でも触れ合ったことはないんですけど、はいはい、陰ながらすごく応援させていただいて、ちょっとね、あ、まあ、あのこれオフレコといえばオフレコなんですけど、はいはいはい、まあ、あるつながりがあってちょっと飲む機会があって、まあ、後でどうにか後でどうにかなるかな。はい、あとは第3形態としては自分、はい、セクシャリティがちょっと特殊で、はあはあ、いわゆる LGBT にはめるとすれば B、はあはあはあ、男性も女性もどちらも同じぐらい愛する、はあはあ、愛する恋の対象になるよっていうセクシャリティで、はあ、まあ、その LGBT をの理解を広める活動も最近するようになって、1年前からトランスジェンダー、男の体に生まれてきたけれども女の子の服装で、はいはいはい、女装で生きてきたくって、でなおかつセクシャリティがレズビアンっていうちょっと特殊な、はい、男に生まれてきたレズビアンの相方を見つけて、はいはいはい、2人でユニット活動をして、そうなんですね、フリノス革命っていう、まあ、それもアイドルなのかパフォーマーなのかちょっとその線引きが難しいんですけど、はいはいはい、まあ、主にその3本の軸で、そうだったんですね。す、うん、いや全く知らなかった。はい、いあ、そうなんですね。はい、そうね、もう、そう、もう知らない方が身のため。そうです、まだ共通の、ね、知り合いが何人かいる感じでしたね。話を聞いたら。いる感じでしたね。はい、うん、という感じで。素敵なご縁が結ばれましたね。はい、ね、そうなんですか。はい、そんな言葉に深い意味です。ないけど、はい、うんね、で、うん、で、それで、そうですね、なんだってあれですもんね、はい、高学歴担当みたいになってるじゃないですか。だって恥ずかしいですよね。だからそういうのをあんまり売りアピールポイントにしていきたくはないんだけど、自分からはねあんまり言ってないんだけど、まあ、監督と最初の面接した時に、はい、まあ、ヤマンジャパンいろいろ女の子たちをこう集めていろんな活動してきてるけど、はいはい、まあ、こういう枠の子は今まであんまりそんなにいなかったと。なるほど、なるほど。でそれでなおかつ、まあ、そういうふうに研究活動とか大学院生活を送りつつもその変態に振り切ってるっていうか、はいはい、もう結構ファンキーな方に振り切ってる、この振り幅がある子もあんま見当たらないから、まあその振り幅を応援していきましょうみたいな、すごい、うん、アドバイスいただいて、恥ずかしいけど、はい、プロフィールには一応出身校とかも書かせていただいてる、はいはい、言わないんですね言いますか、なんかだってそこ言いますか
か？結局検索したら出てきちゃうますからね。大したものではございませんけれども、まあ検索したら出てくると思います。そうですね。ジョージとかソフィアとか出てくると思うんですけど、ね、まあ、はい。ね、そうですね。ソフィアって打ったらバンドの方が出てくるかな。大好きでしたよ、松岡充さん。そうなんですね。はい、そこで研究とかは何してたんですか？研究はですね、高校生の頃にちょうどその1500年くらい前の時代の英語とたまたまちょっとこう触れる機会があって、すごいたまたまですね。本当になかなかないよね。なかなか高校生でね、なかなか高校生でシェイクスピアとかその前のシェイクスピア以前の英語その前になるわけですから、シェイクスピアの時代の英語から以降をモダンイングリッシュって言いますね、現代英語で。ME ですね。モダンイングリッシュ。ミドルイングリッシュとその分けるわけですね。そう、はい、で、そのちょっと前のカンタベリ物語とかを書いた調査で有名な ME、はい、中英語、ミドルイングリッシュで、そのさらにもう一世代前の英語になるわけです。自分が研究してたのベオウルフとかです。ベオウルフよくご存知ですか？いやエベ文学専攻ですから。でもベオウルフっていうねワードを出しても、はい、アヤマンジャパン界隈で通じたことがありません。はい、まあ、ウディとかですね。うん、そうです、そうです。で、まあこれ、まあ、ほんとまさにベオウルフを高校生の時に触れたのきっかけで、まあ、そのゲルマンの文化とか思想とかに興味を持ち出して、で並行してちょっとケルトの文化とかにも興味があった、はい、で自分はね、一般じゃなくて公募で大学に行ったんです、はいはいはい、たまたま通ってた高校がカトリックの高校で、はいはいはい、まあ、枠がちょっと推薦の枠とかがあって、まあ、そういう、まあ、ルートがあったと。で推薦で入学する時のそのなんだろう自己推薦書みたいなのありますよね、はいはいはい、あれにまあめちゃくちゃオタク丸出しで、はい、自分はここに入ったらケルトの宗教とか文化とか、はいはいはい、それからゲルマンの古い言葉について研究したいんだみたいなことをつらつら書いたら、先生たちも何この変態みたいな怖い怖いみたいな、こんな高校生大丈夫、どんな高校生活を送っての心配になるみたいな。でもなんか気にかけてもらって、もう本当に拾っていただいて、そこみたいにどこにも行き場がなかった社会不適合者が拾われたみたいな感じですね。そんな感じなんですね。はい、そういう感じで、ね、そうです、ね、古英語のおかげでそこを入り口にして、まあ様々なヨーロッパの文化、さらにはヨーロッパって地続きでね、中東とかアジアともつながってるから、はい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 、そちらの方も包括的にいろいろ研究するきっかけにはなって、だから爪の音がめっちゃ入ってるね。いやー、これに入っちゃうの、ごめんなさい、ご迷惑をかけております。頑張ってね、編集、はいはい、頑張ります。あ、そっか、あ、なるほど、ヨーロッパからこう、まあまあ、インドヨーロッパ語族こうつながりますからね。で、なんか都市伝説みたいな話がいろいろあって、はい、例えばね、これまだ全然そのなんだろう、理論的には確証がないことと言われてるんだけど、はい、日本語で蜂蜜とか黒蜜とか糖蜜、はい、蜜っていう言葉あるじゃないですか、はいはい、あれって実はどんどん辿っていくと英語の蜂蜜のお酒のミードっていう、ミード、MEAD ってスペル、ミードに繋がるって噂があって、はい、まあそれを都市伝説なんですか、それ、それ都市伝説、確証、誰もそれを証明できたことがまだないんですって、はい、かって、ね、はいはいはい、ほぼ 80% 以上は確実にそうなんだろうけど、はいはい、まあそのミ、まあ、なんだっけ、ミードを遡るとインドヨーロッパ祖語にもその元となる言葉があって、それがなんかこう西と東にこう分散していく過程で中国で蜜って漢字が当てられて、それが日本に入って蜜になったとかね、そういう本当になんかちょっと身近にあるものが意外とそんな大陸をまたいでイギリスともつながってるんだ、ドキドキみたいなところにエクスタシーを感じちゃってどんどんのめり込んでちゃったの、その視覚文化研究っていうかな。なるほど、はい、そっか、うん、文化言語その辺にハマってったわけですね。そう、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.